やっぱ虎の近藤圭介2回目。確信かっけ。テル愛してる。森下佐藤たまんね。テルかっこよすぎやろ。やったぜー。ルーキー時に見たようなホームラン。横浜スタジアムは狭すぎた。なんであんな軽打で入んねん、おかしいやろ。ダイスニーや。大谷やんこれ。テルハマスタで何かを思い出す。私は最初からサトテルは打つと思っていました。わかりやすいくらい絶好調やな。あかん、テル MLB ってまう。虎の大砲完全復活。いよいよ村上化してきたテル。さすがチーム首位打者。掛布の再来や。ノーアウト満塁無得点の嫌な流れを変えてくれた。佐藤4番がっちりやな。軽打でホームラン。ドライブライン最高や。コミュニティにて額の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話など、ファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。